みんな、冤罪ってさ、ほんと怖いよね。まあもちろんね、あの、まあ女性のね、人はまあもちろん、あの、まあその怖いと思うのよ。そのまあ、イン電池とかね。まあ、だからまあ女性専用車両とかね、乗った方がまあいいんじゃないかなっていうのは思うんだけど、いや、男も男でね、これ怖いんですよね。あの、冤罪ね、かけられますから。あの、ちょっとでも触れてね、もしそれがもうちょっとそういう、 なんか気の強いね、女性の方とかだったら、うん、あの、冤罪かけられますから、まあ、ちょっとね、怖いですよね。はい、ゆずきです。えー、今回なんですけれども、ちょっとね、僕、すごくね、刺激的な体験というか、怖かった、普通に。うん、あの、ちょっとね、怖い体験を、あの、したので、皆さんにお話ししていこうかなと。 思っておりますであのー、まあちょっとねまあ時はまあ遡るんですけれどもまあちょっと前にね僕まあ僕は普通にあのー、まあ仕事があってその仕事にねあのまあ電車であの行ってたわけですよあんまりね何線とか、まあ、まあ言わないですけどそのまあ何何どっかのまあ線に乗ってね行ったわけですよであのー、まあちょっとねあのとある駅で綺麗なね女性の方がまあ乗ってきて ま僕もまあ、あ,あ普通なんか、まあ、な、な、いるじゃん。たまにさ、なんかね、アイドルっぽい人とか、まあ、かっこいい人だったりさ、なんかこう、オーラがある人乗ってくると、おみたいな。あなんか、すごい、な,なんかのこう、ね、活動されてる方なのかな、みたいな。まあ、結構みんなこう、チラチラ見るじゃないですか。まあ、そういう感じで、あの、まあ、結構こう、綺麗な方がね、まあ、あの、電車に乗ってきて。 僕もなんか、ああ、すごい生き綺麗な人だなと思って見てたけど、まあでもあんまじろじろね見るのも良くないと思うんで、うん、普通にまあスマホいじって、あのー、YouTube 見てたんですよね。で、あのー、そんで、あのー、まあ、だ、その駅がさ、あのー、いっぱい来る駅ってあるじゃないですか。で、まあ途中まではね、割と全然空いてたのに、まあ途中の駅で、まあ、一気にこう人がね、こうバーってめっちゃ来たんですよね。で、あのー、まあ僕立ってたんで、 まあ普通に、あのー、まちょ、端の方に寄るかと思って。で、そのお姉さんも端に寄ってきたんですよね。で、なんか、ね、ちょ、まあ、ちょっと、こう距離がね、近くなって、まあでも、あなんか、ね、あ距離近みたいな思って、まあでもまあ別にね、あんまりこう触れないようにしようみたいな感じで、普通にまあ距離をま取ったんですよ。まあ、でもそれぐらいの距離だったらさ、別にまあ、あるあるっちゃあるあるじゃないですか。で、あのー、またね、あの次の駅になって、またどんどん人がね、入ってくるわけ。で、 もう本当にあの、このお姉さんと距離が、もう本当に、まあこれがね、あのお姉さんだとしたらもう、もうこれや分かんない。<laughs> ねまあ、例えばこれお姉さんだとしたらもう本当にあの、こ,これぐらい、これぐらいあのもう,もう密着して、えみたいな、ちょっとあの、 気まずいなぐらいさ、密着するときあるじゃないですか。特にね、まあ、東京とか、あの、お仕事のね、人は、まあ、結構経験あるかなっていうふうに思うんですけど、東京の満員でしたと、も本当に、あの、こ、うこ,こんぐらい、あの、ちょ、ちょっと気まずみたいな、あの、時あるじゃないですか。ぐらい、あの、密着してたんですよね。でも、まあ、僕が、真、まあ、さっき考えたのは、あっちやばみたいな、あのー、ね、あの、冤罪かけられても嫌だし、ちょっともうセー行っとこうみたいな感じで、 あのまあ、そういう人ってさ多分だけどなんかそういうの結構こうなんだろう。 まあ、言わないほうがいいか、なんか、こうね、性的な目で見られるとかさ、まあ、そういうの結構慣れてると思うんだよね、多分。うん。だから、もうなんか僕もね、あの、そう逆に言ったらそう、訴え、慣れてるわけじゃん。んちょっと怖いみたいな感じで思って、ね、僕もね、あせっかくこうやって YouTube やったりとか、いろんな活動してんのにさ、そういうなんかけわからんことに巻き込まれたらね、それはもうたまったもんじゃないですか。あのー、で、あの、もうちょっと、あのこう、関わらなこうみたいな感じで、もうちょっとできる限り、あの、寄せるんだけど、めちゃくちゃさ、寄ってくるわけよ。 えみたいな。な、なんかさ、この人、ね、意図してやってないみたいな。あのー、だってさ、スペースあるのに、え、なんでみたいな。な、なんかすごいさ、僕はこっちに行ったら、あの、姉さんもね、こっちに来るし、なんさ、別になんか普通に立てば、ここのスペースって開くじゃないですか。なに、なんかすごいさ、なんか、こっちに寄ってくんのよ。えみたいな。ちょ、っとえ、邪魔、邪魔、邪魔なんですけど、みたいな <laughs>。思って、 あのね、まあ、おっさんとかだったらさ、ちょ、な、な、嫌だなと思うけど、なんかま、綺麗だったらさ、綺麗だって、なんか気まずいじゃん、普通に。な、嫌だなと思って。で、そんで、さ、まだ、 あの、ずっとなんかこうさ、密着してくんのよね。で、あの、気まず、ね、みたいな思って、で、またね、次の駅でもっと乗ってきて、もう、あの、完全にもう、あの、身動き取れないレベル。あの、満員電車レベルマックス。あの、マックスってもうさ、ほんとスマホもいじれないじゃん。あの、ただ、ただ立ち尽くすしかないっていう。何ももう、あの、なんだろう、こう、手の動きのこの微動だにすらできないみたいな状況あるじゃないですか。その状況になっちゃって。そう。で、まあ、ここからなんですよ。 本題ね。こっから本題。怖いですよみんな。あの、これ恐怖体験です。世にも、あの、なんだっけ、本当にあった怖い話。2024、あの、春の大放出スペシャルですよ、ね。あの、皆さんぜひね、聞いてほ誇りがすごいな。<laughs> あの、ぜひ聞いていってほしいんですけど、あの、それからね、どうだったかって言ったら、あの、その人がね、ずっとなんか、こう、 なん、なんていうのかなこう、あの、ちょっとね、あの、ま、なんかもしこう、しまれたとか、あんまりね、そういうエッチな、こことが、ま、嫌いだよっていう人は、あの、ま、見,見ない方がいいかもしれないですけど、<laughs> あの、なんかすごい、あの、お尻のね、あの、す、あの、クレヨンしんちゃんかのように、なんかこう、スリスリしてくんのうん、困惑。え この人、ごめんなさい、汚い言葉使うけど、え、この人、ビッチなんみたいな、えな、んなんなんみたいな、思って。で、そんで、なんかずっとさ、こう、あの、スリスリしてくんの。ね、何と思って。で、そんでさ、あの、ずっとこう、あの、もうなんかこう、明らかなのあの、なんかこう、電車に揺れて、あの、こう、こするとかじゃなくて、あの、なんだろう、もう完全に、あの、 すぎすぎしに来てんのあの、本当にあの、クレヨンしんちゃん。クレヨンしんちゃんかのように、お尻だけ、こうやって、こうやって。いや、おかしいでしょ。完全にこれ、あの、なんか、あの、う、なんだろう、さ、誘ってるというか、なんか、それをあの、誘ってる変、そっちの誘いじゃなくて、あ冤罪の方に、誘ってんじゃないって僕は思って、もうその瞬間もう僕はもう、あの、両、両手であの、追加は掴んで、 もうあのもう白肌状態もう僕は何もしてませんからねっていうあの白肌状態だったんですけどそれでもその姉貴はずっとねあのスリスリしてくんのえ,え何と思って本当にあの理解ができないあの何なのリッチなの何なのあのもうそんだけ可愛いならさ彼氏でも連れてねえもう遊んでこいよっていう思ったんですけど いや何なのか本当にわからないね。女性の方あの、数少ないね。ゆずきチャンネル女性リスナーの人は、教えて。何なのあれ。あのどういう意図全くわからないあの。僕は冤罪にかけて、この人痴漢ですってやりたかったのか、ただただなんか、あの、なんだろう、なんか虫,虫みたいな感じで、なんかそういう <laughs>、そういうなんかあの特殊性癖なのかあの、お尻をね、そこをすり合わせることがあの趣味なのか、全くわからない。 ま、人によってはね、あのエロいベやんけ、えー、エロいベやんけと思う人もいると思うんですけど、いや、エロいべじゃないよ、これ。あの、本当に、一歩間違えたら、これ、あの、普通に期間案件で、あの、これだから。あの、エロいべでもなんでもないあの、本当に。<や>あの、いや、ほ、いや、もう、まあ、あ多分ないと思うけど、これさ、 あのもしねあの僕が知名度ついてて電車乗っててあのやってるんだとしたらもう明らかにさもうゆずきをあの地に落としてやろうっていうしたらさもう瞬く間に SNS でさあの「ゆずきチャンネル電車内で帰還してあのこ,れあのこれになりました」でもネットニュースになるわけじゃん僕がね仮に、まあ、10, 10万人以上あの登録者とかがねいた場合はねネットニュースとかになるわけやん、まあ、でも今、ね、170人だからさすがにないと思うけど。 いや本当にねやめてほしいよねもう嫌だな怖いなっていう、うん、お話でしたはいなんでねあの、まあ、女性の方もね、まあ、女性の方でも大変だと思うんですけどあの、まあ、男性も男性ねちょっと気をつけないとあの人生終わりかねないんで、まあ、そういうねちょっとあの変わったあの人もいるので、まあ、ハニートラップだったりもねあの気をつけてあの電車はね 本当に気をつけてください。で、あの、ごめんなさい。で、その後どうなったかって言ったら、あの、僕はね、あの、普通に、あの、ごめんなさい。落ちがなくて申し訳ないんですけど、あの、普通に、あの、もう逃げ、逃げました。あの、まあ、僕のとある駅で降りる予定だったんで、あの、そのお姉さんからもう逃げて、あすみません、降りまーす。つって、あの、その駅でね、降りたから、まあ、別に何もなかったんですけど、本当にね、何が目的だったのか、いや たくね、心底はあの、姉、昨日考えてることがわかんなかったっすね。なんで、もしね、あの、いや、ゆずきくん、こういうことなんじゃないっていう、あの、ことがあったら、ぜひ、あの、コメント欄に教えていただけたら、あの、嬉しいです。はい。あの、20%の女性の、あの、視聴者の方、ぜひ、教えてください。はい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。